積をやめないスタンドが小さくなって消えてく。ブチャルティ、不安は解決したわ。ジョルノはすでに自分のブローチを左手に変え、それ以上動くんじゃない。ゆっくりだトリッシュ、ゆっくりとこっちに来るんだ。ブチャルティ一体何を言ってるのか。まさかこれは、そんなバカなエンジンだ。動くものに追いついてそれを取り込む能力のこいつがこの機のエンジンを取り込んでいる。この飛行機は不時着させるしかないか。さあゆっくりだトリッシュ。そいつは今まだエンジンのエネルギーを優先に変わっている。パニックになるな、決して走るな。分かってるな。急いだら攻撃される。ゆっくり動くなんてストロイことやってたらいずれ追いつかれるわよ。どっちみちこいつはここで食い止める。分かっているの。はい、やっ
無敵だ。強すぎる。無敵の能力だ。エンジンが爆発する前にこの飛行機を不時着させるしかないか。トリッシュ、バカだ。いきなり走り出して何をやっているんだ。追いつかれるぞ。コクピットに入るなよブチャルディ。何、どういうことだトリッシュ。コックピットに入っても奴にドアを破壊される。これは一体ドアがゴムみたいに柔らかくなってる。不時着するですって。ブチャルティ、その考えなら逆よ。全員無事生き残ってサルディニアに到着したければこの飛行機はぶっ壊す。壊して切り離した。トリッシュにこんなパワータイプの能力があったとは。奴がスピードを優先的に追跡してくるというのなら飛行機後方部分の墜落の方が早いわ。私たちがいるこのコクピット部分は柔らかくしてパラシュートになっているから落下速度は遅くなってこっちを追跡することはない。さあ、サルディニアに上陸してボスの正体を探しに行きましょう。父の過去を追跡するのよ。